番外戦とは、ボードゲームにおいて、盤上の勝負とは別に、対局前や対局中に行われる、心理戦のことを指す。主として、対局中の行動によって、相手の集中力を妨げたり、心理的なプレッシャーを与えたり、対局の前に苦手意識や劣等感を植え付けたりして、勝負で優位に立つ手法がある。このような心理戦は、軍事や外交、 ビジネスでの交渉で見られるものと類似している。通常ボードゲームは頭脳スポーツであり、対局における技術、技能の優劣が勝負を大きく支配する。特に将棋や囲碁などの二人例、は有限確定完全情報ゲームなどは、運が関係しないため、純粋に頭脳の戦いとなるが、これとは別に相手の思考や判断を、 妨害したり弱体化させることで、結果として自分が優位になるように図るのが、番外戦の基本である。例としては霊暖房を極端にしたり、囁き戦術や、戦法予告をするなどが挙げられる。将棋騎士七段で、将棋ライターの川口俊彦は、こういう時は何であれ、自分の言い分を通した方が、勝ちと述べている。以後では、藤沢秀幸が、晩年のインタビューで、 あの頃は相手を怒らせるのも勝負のうちだったと語っており、気力が拮抗した者同士での対局では優位を得るための方法として重要視されている。その一方で番外戦の応酬によって対局が妨害されるのを防止するため、相手の集中を削ぐ行為の禁止を明文化している団体もある。もっとも、下記の通り番外戦は対局中だけのものではなく、 長期間にわたって同じ相手と何度も対戦する頭脳競技の世界では対局場以外や私生活まで番外戦の場となることがある。加工が著作で触れた例では金に困って対局量の前借りを申し込みその引け目から経理担当理事に勝てなくなった騎士がいたという。公式戦を管轄する日本将棋連盟には番外戦について明文化された罰則などはない。 そもそもこれが番外戦であると明確化されなければ罰則が設定できない。第3期名人戦、第1局、木村義夫と神田達之助の一戦で、神田有利で迎えた終盤で、神田の秒読みの時間が切れそうになった。当時はタイトル戦でもそう厳密ではなかったが、木村は12歳年長の神田に、君、時間だよ、と一括。 とっさに刺した手が大悪手で、神田の逆転負けとなった。7番勝負は4から0で、木村の勝ち。第7期名人戦挑戦者決定戦の高野さんの決戦では、A 級1位だった、増田幸三が塚田正夫への挑戦者で当然だったが、名人戦を当時主催していた毎日新聞社は、自社の食卓騎士であった。 B 級1位の大山康春を強引に参画させるため、突然 A 級上位3名と B 級1位のプレイオフで、名人長戦挑戦者を決める変則を実施した。朝日新聞社の食卓騎士であったマスダには対局の日程も場所も事前に通知はなかった一方で、毎日新聞社は、大戦には高野さんへの豪勢な送迎をしていた。しかも、 十二市長の具合が良くなかったマスダは温暖な場所での対局を依頼していたにもかかわらず、毎日新聞社は寒冷な高野さんを選んだ。名人戦の主催者が朝日新聞社に移行して、以降はマスダ構造が勝てば役員総出で大宴会になり、大山康春が勝ったらそのまま全員帰った。大戦がマスダに敗れれば、カメラマンが何度も、 投了の瞬間を再現するよう迫ったなどの逸話が伝えられている。第一人者となった後の大山康春は自身がトップに立ち続けるために相手に屈辱感やコンプレックスを徹底的に植え付ける非常なまでの勝負史上主義であった。米長国夫は1990年の王将戦で挑戦者となった時、横符も取れないような男に負けてはご先祖様に、 申し訳ないと新聞紙上でコメントし、横不取り戦法をほとんど指さなかった南法一王将を挑発した。すると、南は対局で横不を取った。ちなみに、この七番勝負では二局が横不取りとなり、一勝一敗であったが、七番勝負は米長が勝っている。ただし、米長は、後年番外戦術は不利な方がやると相場が決まっている。 そんなものを仕掛けてしまっては、不利と焦りを認め、相手に自信をつけさせるだけで、かえって損と語っている。加藤一二三は、しきりと対局条件に注文をつけることで有名で、番ごまの交換申し出から、冷暖房の調子、果ては、庭園の滝の音がうるさいから止めてほしいといったことがある。また、先に対局場に来て何も気にせず、上座に座る、対局中にもから 空打ち、相手の背後に回って、相手の視点から局面を見る、などの気構が多い。これが、意図的な番外線なのか単に神経質なだけなのかは、不明だが、これらを気に病んだ騎士が、日本将棋連盟の理事会で、加藤の気構をやめさせろと提起したことがある。なお、加藤本人は、ストーブにしろエアコンにしろバンの位置にしろ、どっちでもいいじゃないかと思われるかもしれない。でも、 勝負師として、そこで譲ってしまってはいけない。自分の主張を通そうとするのは、絶対に勝つんだという強い意識の現れで、引いてしまったら上下関係が決してしまう。勝負したる者、番外戦と取られようと主張すべきところは、絶対に主張すべきと述べている。中原誠は、退散ほどは、番外戦は使わなかったが、終盤で勝ちを読み切ると、トイレに立つという習慣があった。 これには環境を変えて読み直しを行うことでポカを防ぐという意図があったが、この習慣が他の騎士に知れ渡るにつれて、中原が終盤でトイレに立つだけで繊維を半ば喪失する対戦相手も少なくなかった。また、米長国夫との対局時、本来誰にも知られてはいけないはずの封じ手を行う際に、あろうことか対局相手である米長に対し、 四六角を三七角なりとするにはどう書いたらいいかと尋ねた。藤井武氏は2000年度の第59期順位戦 B 級一組で郷田正隆、三浦博之と A 級への昇級枠二つをめぐって争っていたが最終戦を前にして郷田、三浦は勝てば昇級となるのに対して藤井は自分が勝った上で郷田、 三浦のどちらかが負けないと昇級にならないという状況であった。そんな中最終戦の対局日を迎えたが、折しも将棋会館では王座戦も予定されており、王座戦2局を特別対局室で、順位戦 B 級1組の5局を大広間で行う予定となっていた。ここで、藤が2人の前では刺したくない。特別対局室で刺したいと主張し、 その通りに部屋が変更された。対局結果は藤井が勝利、三浦と郷田はどちらも敗北となり、藤井は永久入りを決めた。川口俊彦はこれを言いたいことを、はっきり言ったものが勝ち、変に我慢した方が負けると評している。ルールとして禁止されているわけではないが、二上達也のように盤上での勝負にこだわり、番外戦を行わなかった騎士も存在する。 また戦後生まれの騎士やネット中継される騎戦が増えるに、従って語り草になるような派手な番外戦は見られなくなっており、佐藤天彦によれば、21世紀の将棋界では番外戦はやるべきでないものとなっているという。国際チェス連盟が管轄する公式な大会では、中立的な立場のアービターたちが対局中の番外戦について監視を行っている。かつては、 頻繁に引き分けの申請をすることで、相手の思考を妨害するなどのマナー違反がのばなしであったため、現在では、どのような方法であっても、対局者を動揺させる行為は禁止と規則に、明文化されており、間違った指定や時間切れの指摘、引き分けの申し出以外に相手に話しかけることも、禁止している。引き分けの申し出についても、自分が不利な局面で何度も申し出るなど、アービターが、 妨害行為と判断すれば、反則負けとなる。また2006年には、ウラジーミルクラムーニクが対局中に頻繁にトイレに立つ、ため、相手陣営から、不正行為の疑いがあるとして、クレームを受けるなど、近年では対局中の挙動や服装についても厳しくなっている。競技マージャンの主要な団体の競技規則では、番外戦について明文化された罰則などはない。このため、 兆候や小手返し、強打のようにフリージャンソーでは、マナー違反とされる行為が放置されていることもあるが、不必要な死後の禁止のように暗黙の了解となっている事項もある。ありがとうございます。